やー模範生の諸君、バーチャル風紀委員長の粛清バツ丸だ。質問コーナー。はい、ということで前回の質問コーナーからね、そろそろ多分半年ぐらいが経つと思うんで、今回も改めまして質問コーナーをやっていこうと思うぞ。まあ前回はね、結構ねラフに答えちゃったんで、今回は前回と違って真剣に答えていきたいと思うぞ。てなわけで早速やっていこう。誕生日教えてください。俹の誕生日は10月5日。まあ声優でいうところの小野賢章くんと一緒、そしてワンピースでいうところの不死鳥マルコと一緒。食料なんですか？あれ、俺トカゲかなんかだと思われてる？食料なんですかってめちゃめちゃざっくりしてるけど、一種類に絞れっていうことかな。まあ強いて言うなら陸上生物かな。デートに出かけるならどこ？デートか、まああんまりデートって考えたことないけど、俺って結構ね、どっかおしゃれな場所に出かけるとかそういうよりかは、近所の公園とかそういうなんか何気ない幸せに触れてたい。まあ仮にね、どっか絶対出かけなさいって言うんだったら、俺は動物園か水族館で言ったら水族館かな。うん、動物園臭いから。一番好きな堅揚げポテトは何ですか？限定的。なんだ一番好きな堅揚げポテトって、狭すぎるだろう。まあ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 、時と場合にもよるけど、強いて言うならカートゥーンネットワークを見るときはブラックペッパーの堅揚げポテト、それ以外の平常運転は塩味かな。睡眠時間は何時間ですか？睡眠時間は何時間ですか？それに興味があるのかということが疑問だけども、まあまあまあ、これに関しては結構まちまちだけども、俺はね6時間以上は寝たいなとは考えてる。まあなんでかっていうと、人間っていうのは6時間以上寝てる人と6時間以下しか寝てない人で寿命が違うらしいんだよ。ああ、まあどんぐらい寿命が違うかっていうと、ちょっとよくわかんないんだけど、ファンさして、キャーバツ丸くんだわ。もし知らない女の人から LINE もしくは電話が来たらどうする？かっこ逆のバージョンの男の人でも答えられたらお願いします。どういう状況なのかなって感じだけども、まあ知らない人からの電話だろう。電話だとしたら一回かけ直して、まあそのかけ直した末にやっぱり知らない人だったら無視。 LINE の場合はもう完全に最初から無視。だってもう LINE に知らない人から連絡が来るって、それも怪しい状況しかないだろ絶対。だからまあLINE は無視ですね、完全に。男の人の場合も対応は一緒です。はい、最近ファンになったものです。だんだん絵が上達してるのを見るとこっちもやる気が出てきます。ありがとうございます。ところで絵を描くときに気をつけてること、また描くのが好きな部分って何ですか、ということで、まずはありがとな。あ、その一言で俺はな、また頑張れるってもんなんだ。さて、ということで絵を描くときに気をつけてることは何ですかってことなんだけども、これはね近々また別の動画で触れようかなって思ってるんで、今回は触れないでおきます。そんでもってもう一個の質問、描くのが好きな部分って何ですかってことなんだけども、これはやっぱりね顔かな。やっぱり俺はね、顔がイラストのね魅力のほとんどなんじゃないかなって、ちょっと一番の部分なんじゃないかなって思ってるんで、顔を描いてる時が一番楽しいです。うん、逆に体描いてる時は早くこの時間終わってくれって思ってます。松丸くんこんにちは、いつも応援してます。 3D 化するにあたって機材が必要だと思いますが、どれくらい費用がかかったのかお聞きしてもいいですか？俺が 3D 化するにあたって機材にかかったお金は0円です。はい、なんでかっていうと、まだ機材を持ってないからですね。うーん、だから棒立ちなんです。はい、まあね、いつか機材を買うことを目標に今後も頑張っていくんで、応援よろしくお願いします。ゴリラとニホンザルどっち派ですか？あー、来ちゃったかこの質問。まあ巷でもよく究極の二択として挙げられる議題だよなこれは。まあ確かにね、知的に見えるニホンザルっていうね声もね、俺わかるよ、ちゃんとわかる。ゴリラの方が脳筋でバカじゃんっていうのもね、ちょっとわかるよ、スマートさに欠けるっていうのも。でもね、俺はどっちかというとゴリゴリが好きなのよ。カービィのエアライドをやったとしたらドラグーンよりもハイドラを選ぶタイプなのよ俺は。だから俺はニホンザルよりもゴリラが好きです。ポーズとかってどうやって決めてますか？いろんな向きの体が描けません、どうしたらいいですか？これはね、俺もポーズって決めるの苦手なの本当。俺いつもイラストねめちゃめちゃ時間かけて描くんだけど、そのもう冗談抜きで6割ぐらいかな、6割ぐらいはポーズを考えてる時間なんだよな。あー、だからね結構ねポージングとかは俺も苦手で、すごい想像力もないから悩んじゃうんだけど、そんな時はこうね検索ワードで
モデルとかポーズとか入れて検索して、自分のイメージに近そうな画像とかイラストがあったらそれを参考にして描くようにしてるかな。うん、俺はそんな感じにしてます。よかったら参考にしてみてください。ナスは好きですか？ナスとキュウリはダメ。 3D も2万人もおめでとうございます。バツマルくんはキラキラしてて声はかっこいいのに面白くて、いつも見てるだけでニコニコしてしまいます。ホラーゲームも怖かったけどバツマルくんがやるというので頑張ってみました。大好きです。これは私の今年3歳になる娘が描いたマシュマロです。いつも母娘ともども配信を楽しんでおります。最近ピューピランドにて某サンピオキャラクターを指してバツマルくんと同じ名前と言っているのには笑ってしまいました。というのは全て嘘ですが、大好きなのは嘘じゃないです。つまらないマシュマロを読んでくれてお疲れ様です。改めて心からおめでとうございます。いや精神異常者、これカテゴライズ的には自分のこと風紀委員長だと思ってる粛清バツマルと同じカテゴライズだからな。これ序盤の3歳児にもう一度会いたい。でもありがとな。早口言葉言ってくれませんか？はい、炙りカルビ炙りカルビ炙りカルビ。言えちゃった、言えた俺。これめっちゃ苦手だったのに、一番苦手だったのに。これ炙りカルビ炙りかぶり炙りかぶり、ケバケガミカメカメガミカメガミ。バチマルくんへ、どうしたらバチマルくんを落とせますか？バチマルくんのヤバいオタクより俺の気を引けるのは良くも悪くも風紀の乱れだけだよ。バツマルくんの今の配信設備が気になります。マイクとか使ってる PC や防音室など答えられる範囲で教えてください。ということなんだけども、ちょっとね PC に関しては俺知り合いの人に全部組み立ててもらったんで、ちょっと PC についてはよくわかんないんだけど、マイクは V の67って書いてあるな。 V の67って書いてある、なんか金ピカのやつで、で防音室はこれヤマハのアビテックスみたいなやつの中古の 1.5 畳のやつをレンタルしてます。いつもバツマルくんの配信や動画楽しく拝見させていただいてます。質問です。バツマルくんが今一番来てると思う VTuber、 今一番推したい VTuber って誰ですか？いらっしゃったら教えてください。いやーこれね、実はいるんですよ。あー気になってる人、まあ俺もまだねそんな見始めたばっかだから詳しくはないんだけど、なんかね青いアイコンで、なんだっけな、名前が確か粛清バツマルの放課後とかって言ったかな。うん、まあ俺もあんまり全然詳しくないんだけど、ちょっと見た限りでは生配信をメインに活動してるのかな多分。うん、で結構ね頻繁にやってるみたいで、あと最近だと集まる動物の森とか、あとあのホラーのさ夜勤事件だっけ、夜勤事件あれとかをやってて、俺夜勤事件をちょっと覗いたんだけど、これがねめちゃめちゃ面白いのよ。うん、ちょっとそれ見て俺も気になっちゃって、うん、チャンネル登録すぐしたんだけど。結構その人が今一番来てるっていうか推したい人かな俺は。まあ概要欄の方にねチャンネル貼っとくんで、もしよかったらみんなも見てみてください。はい、涙なしでは語れないあのエピソード、今が公開の時じゃないのか。ああ今がその時かもしれないな。俺も長い間自分の中に溜め込んできたけど、こういうのってやっぱりトラウマとかにしない方がいいよな。そう、あれは俺が小学3年生の時だった。忘れもしないよ。体育の時間だったかな確か。俺の友達がいてさ、いや違うな、俺の友達だったやつがいてさ、そのもう一人の俺の友達が運転をやっててな、その友達のケツに噛みついたんだよ。そしたら噛みついたやつの歯は粉々、ケツに噛みついて歯が折れたんだよ。そっから、それからダメだ、俺もうこれ以上話せない。じゃんけんほい、私の勝ちですね。甘いな、対策済みだ。模範生との恋愛はありですか？あー模範生との恋愛か、なるほどな。まあ視聴者のみんなに言っておくと、模範生っていうのは俺のファンネームみたいなもんだな、ファンの総称みたいなもんなんだけども、その方々との恋愛はありかないかっていう質問だなこれは。まあ恋愛についてはあんまり今のところは考えてないんだけども、でもまあ俺の視聴者の6割ぐらいは女性だと思うんで、ありかな。これであと1年は持つだろう。俺が VTuber になったらコラボしてくれますか？君が俺がコラボしたいと思う人になってたらコラボしよう。彼女は何人いますか？いや一夫多妻制が当然の視点で語るな。ま500人くらいかな。
好きな VTuber は誰ですか、そして今までコラボした中でも楽しかったのは誰ですか。なるほどなるほど、好きな VTuber はね、ポコピーでしょ、オメシスちゃんでしょ、あと片落ちお姉さんと懲役太郎さんかな。コラボした中でも楽しかったのはみんな楽しいな。あつ森の島の名前が決まりません、決めてください。言ったな言ったな、今決めてくださいって言ったからな。じゃあ行くぞ、俺が決めちゃうからな。よし行きます。粛清バツ丸のチャンネル登録しようっと。これこれな、絶対これだぞ。作ったら俺にリプでリプで証拠を送るように、よろしく。バツ丸くんに聞くのはあれですけど、チェリコちゃんにはもう会えないのでしょうか。いやー久しぶりだなみんな、チェリコだ。ってなわけで今回の動画いかがだっただろうか。少しでも良かったよとか面白かったよって言ってくれる人はチャンネル登録、それから高評価よろしくな。ってなわけでまた次回の動画でお会いしよう。さらばだ。